ビーバス。ゴミのポイ捨てはダメ。じゃんけんぽん。今度は僕が鬼だぞ。こっちだよ。マジで早いな。ピピ、バナナの皮捨てたのお前だろ。そこから動くな。まだあるぞ。あー、それなに？ミュウミュウ。ミュウミュウ、どうしてここに？プラスチックのかけらを投げたのは誰？いきなり来たのはそっちだよ。遊び場にゴミを捨てちゃダメでしょ。ゴミのポイ捨てはいけないわ。掃除のおじさんやおばさんのお仕事を増やすことになるよ。ピピ、ミュウミュウに早く謝って。やだよ。ふん。ピピ、赤ちゃんじゃないだろ。いけないことしたら認めなきゃ。やだってば。ミュウミュウ、機嫌直してよ。誰が見てもピピが悪いわ。どうしたらいいのかな。あ、いい方法がある。トゥトゥ呼ぼう。いいわ。ベビーバス、トゥ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 、アブラカタブラ、やあ、じゃじゃん。トゥトゥ様の登場さ、何かあったかい。トゥトゥ、ピピがゴミをポイ捨てしてプラスチックのかけらがミュウミュウに当たっちゃったんだ。ピピは謝るつもりはないし、ミュウミュウはすっかり怒っちゃってて、どうしたらいい？こんなに散らかして、ピピがお片付けしなきゃ。全部ゴミを全部。そう、全部。ピピ、ポイ捨てしたゴミは環境を汚すだけじゃなく、僕たちの体にもとっても危険なんだよ。ただのゴミだろ、関係ないじゃん。ゴミは空気と水を汚して悪臭が出て、ハエや蚊の群れが集まってくるんだ。いけない、早くゴミをゴミ箱に捨てなきゃ。ん、ちょっと待って、モモ、あれピピだよね。うん、何してるの？ゴミを拾ってる。ピピが環境のこと考えてるのね。まさか遊び場に落ちてるゴミを全部拾うつもりじゃないだろうな。どうやらそのようだけど。ピピ、ピピ、偉いわ、一人で掃除するなんて。君は本当に環境を守ろうとしてるんだね。ご褒美をもらうべきだ。みんな、ピピみたいに頑張れ。これぐらいあっという間だよ。思ったより多いな。みんな、公共の施設もきれいに使ってね。はい。ゴミのポイ捨てはダメだよ。わかった？地球はみんなの家。ゴミをきちんと分別する。できることから始めよう。
ゴミ箱に入れよう。正しく分別しないと花が枯れてしまうのよ。
お片付けするよ。みんな、サッカーしに行こうぜ。うわー、いいね。僕も行く。おもちゃを最初に片付けてから外で遊んだらどうだい？トット、今すぐ行くよ。トットの言う通りにお片付けしてから出かけましょう。行ってからすればいいよ。さあ、行こう。あ、みんな、どうしたの？足が痛い。トゥトゥの言う通り、おもちゃを片付けてから行くべきだったのに、ママが足を怪我しちゃったね。うん、キキ、トゥトゥに助けてもらいましょう。うん。ベリーバース、トゥトゥトゥ、アブラカダブラ、やーい。トゥトゥ、僕たちが悪かったよ。おもちゃを片付けるべきだったのに。ママが足を怪我しちゃったの。助けて。そうだ。不思議なスプレーだよ。吹きつけるだけでたちまち治るよ。ありがとう、トゥトゥ。おもちゃをみんなで片付けよう、ね。うん、うん、おもちゃで遊んだら元の場所に戻してね。ももみたいに怪我するかもしれないよ。みんな忘れないでね。食事の後にテーブルを片付けよう。お皿、お椀、コップ、お皿、お皿、コップ、お椀、お皿。素晴らしい。洗い物をしよう。
元の場所に戻しましょう。すごい、綺麗だね。さあ、物の色によって綺麗に片付けましょう。汚れたガラスをきれいに拭いてね。すごい、きれいだね。脱いだ靴をきれいに並べてね。部屋は綺麗になったね。よかった。ベッドが散らかっているよ。どうしよう。鏡も汚れているよ。お願い。すごい、綺麗だね。よし、洋服の整理だよ。できるかな。
ごい、綺麗だ